山本裕次郎は、日本の総合格闘家、プロレスラー。岡山県岡山市出身。総合格闘家としては、リバーサルジム、新宿メ、WE所属。プロレスラーを目指し上京。アニマル、浜口ジムでトレーニングするが、167センチと低い身長のため、入門テストすら受けられない日々が続く。プロレスラーの夢を諦めた時、プロレスラーの肩書きで、総合格闘技のリングで活躍する、桜庭和志の姿を見て、総合格闘技の道へ。2007年10月7日、東京、リハ有明で行われた、ZST-14 ジェネシスバウトでの松田慎吾戦で、総合格闘家として、プロデビュー。当時の所属は、チーム太田明。その後、チーム太田明の先輩、高久能の紹介で、格闘探偵団バトラーズの代表権、プロレスラー、石川祐希と知り合った。ZST で活動した後、バトラーズの道場にも並行して通い、カールゴッチ式の関節技を学ぶ。2008年6月1日、東京、北千住シアター1010ミニシアターでの矢野啓太戦で、プロレスデビュー。8分57秒、チェーンレスリングに翻弄された後、足取りゆりかもめに沈み悔し涙を流した。この時30歳。石川祐希からは、お前は遅れてきた優になれと声をかけられ、以後、バトラーズの準レギュラー選手となる。総合のリングに帰ると、悔しさをぶつけるがごとく、ライト級で一本勝ちを量産。後の ZST-40 では、本戦デビューを果たした。2009年4月12日、東京、シアター1010ミニシアター大会における石川祐希&臼田克己組戦でメインイベント初登場。以降、2011年11月5日、新宿フェイスでのバトラーズ解散興行まで総合格闘技とプロレスを並行して出場する。バトラーズ解散興行では田中稔&日高薫陣組と対戦した。解散とともにプロレス活動を休止。目標と行き先をなくしてしまったことが理由だという。以降、リバーサルジム、新宿メ、WE所属となり、総合格闘技へ専念へ。2014年10月、プロレスリングヒートアップでの田村和弘と田中稔のシングルマッチを見て、心に火がつき、ヒートアップに入門。あえて練習生からの再デビューという形をとった。2015年1月12日に、石川修司戦で再デビュー。場所はくしくも自身のプロレスデビューの地、北千住1010シアターであった。3月18日、ヒートアップを退団。また3月28日付をもって、シアタープロレス課長風月所属となったことが、運営する G タレントより発表された。5月24日、半年ぶりに総合格闘技 ZST に参戦。減量を乗り越え顔を晴らすが、3日後のプロレス大会に出場し、セミファイナルで勝利。今後も両立を図っていく。11月3日、東京、北千住大会にて、矢後義明が保持する VKF 王座へ挑戦し敗北するも、4日後となる7日、ハードヒットでは9月26日、ザ・ブルーシャーク興行で沈んでいた原学にリベンジ勝利した。2016年1月3日に行われたフリーダムズ新春お年玉争奪ワンデー6人タッグトーナメントに勝村修一郎、武田誠志とのチームリバーサルで出場。7月18日、月頭のメインイベントでヒートアップ時代の後輩金平大輔と対戦し、引き分けた。2017年7月16日、ハードヒット新木場大会で U ファイル小林博と対戦し、ヒールホールドで敗北10月1日よりフリーとなる。2019年10月22日にバトルアートプロレストリング山本裕次郎自主興行を開催。ありがとうございます。